将棋将棋の先方、拒否者拒否者船囲い急戦3歩、突き捨て急戦3歩、突き捨て急戦とは、将棋の先方の一つ。角道を止める、先手三権飛車に対する拒否者船囲い急戦の一つで、総案者は加藤ひ文とされている。この急戦の一番の狙い筋は、図の9四歩に9六歩と受けた場合の一変化に、現れる。9六歩以下5三銀左四七金。 五手に四五歩早仕掛けを狙われた時に三六歩より、得。当該ページを参照八六歩同歩九五歩。同歩七五歩同歩と三つの歩の突き捨てを振り飛車が、すべて同歩と取った場合、九五歩同歩七六歩九九角八六、一とさばいて、五手が優勢になる。以下八八飛には同飛なり同角八七飛がある。よって先手は七五歩の瞬間に六七銀と変化し、 6七銀に七六歩とすると同銀で攻めの、とっかかりをつかみづらくなる後手は6五歩と6筋にも、手を伸ばす。6五同歩は7七,七角なり同計8六歩、5五,五歩は6六,六歩同銀7六歩5九角、6五歩同銀5五,五角で、後手が良い。よって6五歩には7五歩6六,六,六歩7六、銀までは進み、不存しているため戦果を上げなければならない後手は6七歩成と、攻め続けるが、 2に角なりと玉形を乱されて同玉6七銀と進む。そこで6六歩には7七角の切り返しもあるため、3三内詞4四に角を据え攻めを継続する。この急戦では7筋から9筋の歩を突き捨てる順をどうするかは後手に選択権があり、7筋9筋8筋の順で突き捨てれば7筋と9筋の歩は同歩とし8筋の歩は同角で取って6六角7七銀に2に、 各九六項で一曲、七筋八筋九筋の順につき捨てた場合には七筋と八筋を同歩とし、九五歩には六七銀とする。先手には九筋の歩を受けずに地玉の側に手をかける選択肢もある。先手玉は七7金と三六歩の二手を指すことによって非常に安定するためで、そのため基本図からの5三銀左と四七金の交換を、 羽吹き95歩と突き越して36歩を間に合わせないで、4に銀型から仕掛けるという考え方もある。先手3剣飛車破り P128、さばきの極意 P88、先手3剣飛車破り P129、先手3剣飛車破り P129P136、先手3剣飛車破り P121、さばきの極意 P145、先手3剣飛車破り P146、 ありがとうございます。